プロボクシングのスーパーバンタム級ノンタイトル10回戦が13日、横浜武道館で行われ、元3階級制覇王者で、WBO 世界スーパーバンタム級6位、WBC 同7位のジョンリエル・カシメロ、35、フィリピン、が WBO 世界バンタム級8位のサウル・サンチェス、27、米国、から1ラウンドに3度のダウンを奪い2分40秒圧巻の TKO 勝利を収めた。 カシメロは600グラムの体重超過で軽量失格となったが、当日軽量で58.0キロをクリアすることを条件に試合が実施された。カシメロは体重超過など関係ない、これで井上直也戦へのアピールになっただろうと、スーパーバンタム級の4団体統一王者、井上直也、31、大橋、A 挑戦場を叩きつけた。やはりこの男はただ者じゃない。 1>, 1ラウンドからカシメロはプレスをかけて勝負に出た。スタミナに不安などなかった。それだけ練習をしてきたから、そう嘘吹いたが、軽量失格でコンディションは万全ではなく長期戦になると分が悪いと踏んだのだろう。怒涛の迫力にサンチャスがひるむと、左のボディブローを打ち込み、続けて右のストレートがカウンターとなった。サンチャスは思わずキャンバスに手をついた。ダメージのないフラッシュダウンだったが、 カシメロは手を緩めない。世界挑戦経験もあり、WBC 世界バンタム級王者、中谷淳と MT のスパーリングパートナーも務めたサンチェスが、反撃に出てくると、そこに今度は、威力満点のカウンターの左フックが愚者。サンチェスはひっくり返った。二度のダウンを喫しても、サンチェスはまた立ってきたが、カシメロがロープに詰めてパンチをまとめ、 右ストレートが顔面を捉えたところで、福地レフェリーが試合をストップした。全盛期を彷彿させる圧巻の160秒 TKO 撃だった。陣営は狂気乱舞、スタッフか、応援団かわからない連中までリングに乗り込んでぐちゃぐちゃになった。ただその中で、問題児、カシメロはコーナーでうなだれるサンチャスに歩み寄って、ひざまずき声をかける紳士的な一面も見せた。 俺の戦いはパワーと KO だ。軽量のミスなんか関係ない。吠える、吠える。次は尚や井上だ。カモン、2度、3度、対戦を熱望するモンスターの名前を連呼した。控え室に戻ってくると、両手を突き上げこの右手で、病院送り、この左手で、墓場行き、と自慢気にぶちまけた。1ラウンドで倒す気はなかった。サンチェスは、 そのキャリアで KO 負けをしたことのないボクサーだったので、何ラウンドかはわからないが、とにかく倒して勝ちたかった。前日計量でリミットの55.3キロをまさかの1キロオーバー。2時間の猶予でサウナに50分閉じこもったが400グラムしか落とせず計量失格となった。サンチェスサイドとの競技の上、この日の午前10時45分の当日計量で、 58キロ以下をクリアすることを条件に試合が実施されることになった。2キロしか増やせなかったため、前夜は何も食べず水だけを飲んで寝た。5時間、飲まず食わずで我慢した、なんとか58.0キロジャストで、当日計量をクリアすると、焼いた牛肉と豆のスープを胃袋へ流し込んだという。だが、そんな話は美談でも何でもない。試合後の記者会見で聞いた。 あなたは体重超過を反省していないのか一応は、伊藤プロモーターには申し訳ないことをしたと神妙に語ったが、別にそんなのは気にしてなかったと本音を明かした。本人の体重超過の言い訳はこうだ。午前中、午前10時30分の計量だったので落とす時間がなかったんだ。宿舎が千葉でどうかった。都内まで車で移動してきたが、しかも交通が渋滞していた。 本当は外でランニングして落とすつもりだったが、時間がなくてそれができなかった、前日、あるいは早起きして落とせばいいだけの話では、寝坊したんだ、なんだそれ。である、WBO 世界バンタム級王者時代にも、二度体重を作れずにポール・バトラー、イギリス、との指名試合が中止となった、前科がある。そのカシメロがまたもや犯した体重超過の失態に対して、 SNS 上では日本だけでなくフィリピンのファンからも厳しいバッシングの声が飛び交った。SNS で叩かれた。そんなものを気にしていない。モチベーションにした。なるほど問題児はメンタルも常人とは違う。